ア,ドビアンコール DVD のワークフローを見ておきましょうアドビプロダクションスタジオのコンポーネントであるアドビプレミアプロアドビフォトショップ CS アドビアンコール DVD がどのような流れで DVD を作成していくのか確認しておきましょうそれらのソフトの連携をワークフローにするとご覧のようになります ビデオカメラで撮影した映像を Adobe Premiere Pro でパソコンにキャプチャーします。キャプチャーした映像は Adobe Premiere Pro でノンリニア編集します。Adobe Premiere Pro はノンリニアビデオ編集ツールです。撮影した素材をタイムライン上に並べ、複数のトランジションやエフェクトの効果などを加えて、完成された映像素材を作成します。 そして、完成した素材を DVD に適したデータ形式にエンコード出力します。次に、Adobe Photoshop CS でメニュー画面をデザインします。Adobe Uncored v d とシームレスに連携して、DVD のメニュー画面の背景画像 ボタンンのの配置などのデザインを行います。こうして出来上がった映像とメニュー画面素材を Adobe アンコール DVD で DVD にオーサリングし最後に記録型 DVD に出力します。